皆さん、こんにちは。今回から戦士系で役立ちそうなポーションの素材について解説してみたいと思います。手始め的に、戦士系であれ、ローグ系であれ、近距離戦に持ち込むまでの攻撃手段として使う弓術の能力を強化、というか実質的に歯よだめを増強するポーションからです。まず歯、カニス、ルートこと、カニスの根です。こちら歯、以前に解説した素材で、リフト地方のフィールドとモーサル周辺の湿地帯でよく見られ、採取できる素材です。採取時の難点歯、枯れた木々や倒木と見分けがつかないことがあるので、実際に存在している数に比べると採取時の収穫量が少ないように思います。個人的に歯、リフト地方よりもモーサル周辺の湿地帯の方が、分布密度といい、見分けやすさといい、採取量歯多いように思いました。なので、入手制覇普通くらいです。弓スキル強化の効果派、第3効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次派、エルブス、イヤーこと、エルフイヤー、リーフです。こちら派、以前に解説した素材で、民家や宮廷、宿屋のキッチンや、野党や魔術師のアジトなどのキッチンにぶら下がっています。キッチン周辺で比較的よく見かける素材であるものの、一つの場所での採取量は二つくらいなので、大量採取しようとすると、宿屋巡りや町の民家に押し入ったりしないといけない感じです。割とどこでも採取できる素材である一方で、一回での採取量が二つか三つくらいなので、こちらの素材も入手制覇普通といったところです。弓スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次派、ジュニパー、ベリーズです。こちら派、以前に解説した素材で、リーチ地方のフィールドで大量に採取できる素材です。なので、弓スキル強化ポーションの素材として派、ベース汎用素材になると思います。弓スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次派、スパイダー、エッグこと、蜘蛛の卵です。こちら派、以前に解説した素材で、洞窟などに生息しているフロストスパイダーこと、蜘蛛を倒すと採取できます。蜘蛛討伐派、人によって派視覚的になかなか困難だったりしますよね。入手制覇この素材も普通くらいで、序盤派比較的よく遭遇する生物ながら、中盤以降派時折出てくる感じなので、序盤派いつの間にか結構所持していたりするものの、中盤以降派意図的に以前に訪れた洞窟などに採取しに行かないと、所有数派あまり多くないと思います。弓スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。素材解説派以上となります。今回の素材派、フィールドに生えていて入手性が超絶に良好のジュニパーベリーをベースに、残りの入手性がどれも普通くらいの素材を組み合わせればいいと思うのですが、バニラスタートを想定すると、超序盤のヘルゲン地下洞窟やブリークフォールズで採取できる蜘蛛の卵と、リバウッドやホワイトランの宿屋や民家で採取できるエルフリーフを組み合わせて、序盤の弓ダメージを底上げするといいと思います。ホワイトランの町から離れて、他の町に行くくらいのレベルになったら、フォースボーンの戦闘力が序盤派脅威ながら、なるべく彼らのキャンプを回避しつつ、ロリクステッド方面からマーカースへ、マーカースからカースワース店、カースワース店からドラゴンブリッジへ錬金散歩をすると、ベース汎用素材であるジュニパーベリーを大量に入手できると思います。また、その足で、ドラゴンブリッジから湿地帯をくぐってモーサルへ向かえばカニスの根っこも、いくつか採取できているはずです。ここで、弓強化ポーションを試作してみたいと思います。私の現在の錬金レベルとして派、錬金スキル79、取得パーク派、錬金術師ステージ4、調剤、事前、毒物、となります。エンチャ装備やモッド装備派着用していない状態です。結果として派、60秒間、弓によるよだめが 50% アップ、というポーションができました。毎度ながらの愚痴ですが、時間制限60秒があるので、100% アップ、
つまり2倍くらいのボーナスをくれてもいいと思うのですが、最近は、延茶装備を装着した場合のポーション試作をしていないので、たまには延茶装備ありでのポーション試作をしてみたいと思います。生成されるポーションが 100% アップする、という延茶装備をつけてみるのですが、理由は、ゲームの汎用延茶装備で入手できる一つの部位のボーナスが 25% なので、4部位くらい装着したことを想定してみました。結果としては、60秒間、弓によるよだめが 100% アップ、というポーションができました。延茶装備により 100% アップ、つまり2倍アップなので、ちょうど延茶装備なしの状態で弓によるよだめ 50% だったものが2倍の 100% になった感じですかね。比較として、カジュアル錬金を想定した、錬金スキル25、取得パークなし、延茶装備なしのキャラで試作した結果は、60秒間、弓によるよだめが 18% アップ、というポーションができました。約2割アップのボーナスですが、なんともかんとも、パークなし、延茶装備なしでも、30% くらい欲しいところです。こちらのカジュアル錬金でも、延茶装備ありでのポーション試作をしてみたいと思います。生成されるポーションが 50% アップする、という延茶装備をつけてみるのですが、理由は、喫水の錬金術師としてのプレイではなく、通常のドバキンや盗賊といったロールをプレイしていて、旅の中で、いくつか錬金強化の延茶装備を入手したことを想定してみました。結果としては、60秒間、弓によるよだめが 27% アップ、というポーションができました。延茶装備により 50% アップ、つまり 1.5 倍アップなので、ちょうど延茶装備なしの状態で弓によるよだめ 18% だったものが 1.5 倍の 27% になった感じですかね。今回は、ここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。